曲です。いよいよ来ました中田さんの山田さんバブトンですよ。しかも今やるチャンスだ。さあトンの4曲です。いよいよ来ました中田さんの野蛮、持ち点は3200点と少々苦しいですが、お野蛮サイクレは、そしてドラはトンです。中田さんダブトンですよ。しかも2枚ある。あ、来ましたね。これはチャンスだ。もうね、がむしゃらに行きたいですかね。これは赤薄を持ってる。今3200点しかないじゃないですか。そうなんですよ。ちょっとね、みんながね、つも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 行って、しかもルミさんのあのただね、リーチ対決負けちゃったのがね、ちょっと響きました。ね、まあいい戦いではあったんですけど、結果負けは負けでね。はい、この曲に期待したいところ、他の人の手をかいくぐって上がりを一人ね、トンが浮いてましたね。誰だっけ？イキさんですね。あ、これ出そうじゃない？確かに。イキさんまたなんか56を使った3色が見えましたね。ドラってやっぱり普段あんまり出ないじゃないですか。でも、イキさんぐらい手が整っていると切るかもしれませんね、これは早いうちに出そうですね。となると中田さん、次なんか進んだら出そう。しかも中田さん、手の形良くなってるじゃないですか。トーンをポンした時に、テンパイかイーシャンテンぐらいになっていると非常に嬉しいかもしれませんね。いいですね。どうなるんでしょう。もう一つ進む。イキさんが先か。あ、でもここで。あ、まだだ。次だ。次かな。あ、なんか欲しい。中田さんはトーンをポンしたい。ルミさんは、ルミさん。またちゃんとですね。ちゃんとですね。太陽のようなルミさんですけど。うん、やっぱり偏見じゃないですか。ちゃんと好きな人は日陰にいがち。これ昔あったんですよ。ギャンブラー事故中心犯というので片山先生の、はい、そうそうそう、それでね、山崎箱っていう山崎箱店の箱ね、そしたら出てきて、はい、暗い歌ばっかり歌う山崎箱が、はい、あのちゃんとばっかり上がるっていう、それにも影響されて、確かにありましたね。山崎箱が箱店名前で選んだと思うんですけど、そうか、じゃあ今はね、じゃあちょっと明るい人もちゃんと上がるということでコンセプトチェンジですよ。うん、なんか僕の友達もね、あの左手で、はい、地味なやつもちゃんとばっかり好きなやつも偶然お友達にもいらっしゃったんですね。もうそろそろじゃない、切らない、切らない、ね、イキさんイーシャンテンですよ。テンパってから切るの。あ、でも進んできたよ。待って、中田さんこのままテンパイしちゃうかもしれませんね。確かにトーン頭のままで変チーソーがちょっとネックちゃんネックですけどね。これは生きさん対中田さんの戦いになりそうです。面白いじゃないですか。転廃するとほぼ間違いなくトーンが出ます。中田さんはでも先に転廃する可能性もある。これでも今トーンしたら赤ウソを切るのかパーキウソを落とすのか、これまた見ものですけど、多分赤ウソを残しそうですよね。頭が欲しくなるんですね。この後移りますけれども、中田さん今はトーンを頭で使ってます。泣いた後難しいですね。赤ウソ持ってたらね、羽間ですか。ね、そうなんです。中田さんは親なのでトンを泣くとダブトンドラさんご飯確定するんです ね, ね、ご飯は満貫。あ、待って、これはこれも切る、ね、ご飯は満貫でも赤を使って6飯にすると羽間になります。この辺りは中田さんどうするか。ウソがもう1枚来るともベストですから、ベスト間違いないです。8球層が頭になると、まあ、そこでウソ見切っちゃうかもしれないね、うん。イキさん、イーシャンテンが、ね、5、6、7の3色も、うん、4、5、6の3色も見える。これはトン切らない。イキさん、よっぽどトン警戒してますね。ここまで出てもらうのね。え、チーソ、チーソ、チー、いやいやいや、どこなんだろうか。これ7を泣くと、一番苦しいところの3つができます。ただね、これ老朽ピン待ちに見えるんですけれども、うん、役がないんです。麻雀は役がないと上がれません。またちゃんとできそうじゃないですか。できそうですよ。中田さん役がないと上がれないんですけども、これは何を考えているかっていうと、中田さんトンをポンしてテンパイ取りたいんですね、多分。さあ、そして秋さんテンパイウーパーも待ちです。軽く受け流すコースになるのか、懐かしいですね。ムーティーしちゃうのね、うん。あ、これは上がれないんですよ。これペンチーソーでチーしてるので、なので
どっち切ろうか、ロピンか、あとアキさんの仕掛けかな、見てるのは。へえ、なるほど、頭できやすいとか、ね、うん、人と思います。短期待ちですもんね、6、7、8、9、10、スモちゃんさん、あ、ここは軽く流し、イガチさんです。汎用のみ300、500の金になりました。これは一旦ポン切っといてですからね。トーンを先に切ると中田さん、おそらくポンしてたことでしょう。開けてごらん。これはでも泣かなかったですかね。ああ、役なしでロビン来ちゃって来ちゃって、6パッキーはでも、だってあれじゃん、6ピン引いたらこれリーチだから。そうだね、うん、いい待ち、いい待ち、うん、これは引っ張るけど、うん、泣くか泣かないかって言われたら泣かないかな。泣かないですね。うん、そんな、なんかトーンを引ければいいけど、コンビニ入れだとね、うん、引きでトーンでしか上がれないからね。まあ、別に聞いてもらって、上がりを見てなければ別に泣いていいと思うけど、上がりたいと思ってたら泣かない方がいいかな。いいと思う。何の一曲に突入です。でも勝負はね、難波からですから。中田さんしかも後半に強いイメージがあります。ここからの追い上げになるでしょうか。何の一曲、親はルミさん、ドラはピンズの6です。ローピン、たるみさん、このところちょっと声を詰めてみましたが、まだまだ点数は持っております。2つ目のあきさん、そして2万点持ち3番手のいきさんです。ここは何だこいつ。お、中田さん、メンツ2つあるじゃないですか、ね、ピンズで。しかもピンズなんでね、僕らもね、ね、持ってきても使えますし、さらに点数が上がりますね。いきさんはソーズ1メンツ自敗を切っていきます。中田さん、ピンズで染めると高くなりますね、噂のポイント。でもいろいろなルートがありそうな手です。将来の夢は分かりませんみたいな感じですよね。可能性があると。そうですね、まだね、ちょっと手配はお子様な方が多いですね。ちょっとまだ大人まで時間がかかりそう。そんな、はい、僕に合わせてるのか、それともそういう実況ありなのか。いや、なんか夢が、夢の話をしちゃってたんで、やった、ね、うん、あ、赤が来ました。いいですよ、いい感じ。さあ、ルミさんはこれで2、3、4の3色が見えたでしょうか。アキさんは、で、北が統一になりました。頭になるかもしれません。さあ、中田さん、ソーズ6の受けができました。いや、当たりが早いだろう。皆さん徐々に徐々に手配が育ってきました。ルミさんダブなんじゃないの、シャンチョコ。赤じゃない、中田さん。赤きます ね、 結構ね、うん、使いこなしたいですね。さあ、秋さんも全身です。ほら、お子様が育ち始めましたよ、みんな。さあ、これで赤ウーマンも使えそうです。中田さん、赤全部使えば自動的に高い。あ、まずね、一生欲しい。あ、めちゃくちゃ嬉しい。これはね、イキさんが、ね、思春期です、思春期。いや、もう思春期超えましたよ、まだ。大人の階段登る。今、中学1年生ぐらいから大学入学ぐらいまで来ました、今。はい、今のローピン引きはね、本当に5年ぐらいすっ飛ばせる威力がありましたね。飛び級だ。飛び級ですよ。4578にドラの6回だよ。これは。はい、圧倒的卒業が見えてきました。サブロー級ピン待ち。間違い。間違い。三面ちゃんはね、いい待ちの代表例です。そのちょっと見ないうちにこんなに育ちましたよ。赤の手でイーシャンテンなんですね。イーシャンテンを維持してます。ね、うん、イーシャンテン維持しながら現物。安全の範囲を切った感じですね。なので中田さんがここから行けるかもしれない。7層通ったじゃないですか、うん、中田さんね、掃除の7切れると前進しやすかったんです。ただこの後どうなるでしょうか。3ピン1枚、9ピン1枚、6ピン2枚、3ピンもないですね。4枚使われちゃってますね。そっか、リデュースじゃないですか。結構使われてる。
となると中野さんに勝機があるか。まあ、でも急走切りますね。うん、ただこの偶装と新品の中膨れがなかなかね。転廃した時の形がちょっと厳しいかなっていうことですか。うそうそう。さあ、イキさんもここで上がって存在感見せたいところでしょう。まあ、え、2枚か。サブマキュビ2枚じゃないですか。あ、あと1枚になっちゃった。そうか。うん、すごい、ローピンが1枚残ってるだけなんですね、これ。そうそうそう、9ピンも3ピンもなくなっちゃった。でも積もるときはドラですよ。確かに。まあね、ここでね、積もるかどうかって話なんですよ。うん、積もる、いや積もる、誰の、誰得積もうかっていうね。いや、イキさんも美味しいですよ。僕もほら、よくこれ売ってるじゃないですか。はい、いや、僕も上がるのは一番誰得でもないんだけど、うん、やっぱりマンジャイアンって言うと上がりたいから。いつも上がってるじゃないですか、藤沢さん。誰得なんだろうなと思いながら上がってるんですよね。いや、自分が楽しくそれでいい。そう、イキさんも多分そう思ってると思います。つまれって思ってますよ。で、中田さんの食い下がる姿も見たいですよ。見たい。ただこれ、まあ、あとちょっとしかないじゃないですか。そうですね、ちょっと終盤です。これは終わりが近づいてくると自分の上がれる確率も下がってくるので、ここからの押し引きも見ていきたいと思います。アキさんもこのチーピン、ちょっと今更感が間に合うのか。うん、ちょっとですかね。先輩ではないですね。先輩、取り、あれ、なんと、ルミさんが先輩しました。あー、出た。あー、9ピンだ。9ピン、ドラえた。アキさんの上がりです。リーチ、ドラ、赤。さあ、アキさんはルミさんから5200点を上がりました。ルミさんは親だったので、転廃するともう一回親ができるんですよね。なので、パピンかという判断でしたね。ちょっと端っこの方を選んだ感じになったのかな。今日も端っこも通ってなかったですからね。はい、ということで、中田さんはね、藤沢の姿見たかったんですけれども、これはちょっとあの、イキさんの手が良すぎましたね。そうですね。でも、イーシャンテンをギリギリこらえるナイスファイトだったと思います。さあ、何の2曲です。親は現在トップ目のアキさん、ドラはリャンソーです。ソーズの2。お、アキさんの手、なんと白、そしてイーソーが統一です。ソーズの統一に巻いて仕上げるでしょうか。イキさん赤が1枚、ただメンツありませんね。さあ、中田さんはソーズでメンツがありますが、その他の子たちをどう仕上げるか。もう3着はやってないよね。だからやっぱりちょっとびっくりに行くでしょうね。はい、ドラッグはこのバラを使えると点数が上がります。ちょっと他の人たちはね、積極的に上がりを取る。いい感じですよ。これはコンスクリーション。基礎の掃除メンツできた。これはポンだ。アキさんが掃除の本質に向かっていく。しかもこれ高いですね。高い。各本一ドラ1の段階ですでに1万2000点あります、ね、とんでもない。それで何もないってちゃんとのがつけば親パネですよ。1万8000点の夢見られます ね、これまだ。いやー、アキさんがさらにぶっちぎっていくのか。親パネっていうのはあんまり放送対局で聞いたことないんですけど、はい、言わないですか。なんか普通に伝わる用語だと思うんですけれども、ね、あの、実況するときは正式名称で言いますね。私たち親の羽が1万8000点。あ、チーした。あ、ちゃんと泣いたのは急走。これはちゃんと耳まだありますよ。さあ、アキさんが素早く仕掛けていく。対抗馬はイキさんでしょうか。これ誰、ルンさんが何持ってたよ。あれ、ルンさん、あれ、中田さんが何持ってたんですか。いや、これは今何が切り時なのか、止めるのか。あ、切りそうか。自分の手が頑張りたいなら切りたいんですよ、これ。いや、これはね、アキさんが思った以上に気配が揃ったんです。トンマチ、トンマチ、これちゃんと確定ですよ。本当だ。手切ってくる人いるからね。トンどこですか。トン、トンって誰か持ってます。3枚とも山の中ですよね。いや、これ掴んだ人どうするんでしょう。ただ、アキさんの手が進んでるのは明白です。
イキさんの手ちょっと頑張りたくないですか。これは止めないか。で中田さんも難を切って一度やる気を見せてるんです。ただあれをパンされてからどうするかはまた別の話ですよね。どうするか、なんかあっさり積もりそうな気もしてきた。なんてだって山にいますからね。リーチかけるの怖いですね。リーチをかけると自分の上がり入った場合は積もりらなくてはいけません。本質っぽいから、まあ、1万2000確定ですよね。そうです。でドラが卵巣で総図なので、に想像はちゃんとの可能性もあるなって思うと、よっぽどの覚悟がないとちょっと攻撃はいけないかもしれません。でも3枚目だから切るか。バニ3枚目のチューン、これは短期にしか当たりません、なので中田さんはちょっと一上がり取ろうっていう意思がありますね。全然ないですよ。あ、ルミさん進んできた。ルミさん2射点です。佐々木さんトン短期進むということはトンが出ちゃうということですからね。えいや、1枚切って自分がテンパイするんだったら切るかチャリと言いますかね。ハクはもうポンカス。ハクはね、そうです。あのポンカスとも言わないですよね。ポンカスはカスはちょっとねポンした残りの1枚のことをポンカスというのは、まあ、用語として使う人はいますわかりますよ、でも伝わる、伝わります。丁寧な言葉じゃないからね。別にあの麻雀をあまりご存知じゃない方もいるかもしれない。あ、でもねルミさんはねドラグランスは絶対使うんですよ。であと使うのと止めてるのと普通に切れないですね、怖くてっていうことですね。でもシャワーも、あ、シャワーはもうあれだったんだ。シャワーはね、あのたくさん切ってます。そうなんですよ。あ、でもルミさんはね、卵巣にくっついてレンズの元ができたら切っちゃうかもしれないですかね。これはどうですか。姉妹の骨肉の争いちょっと止めたいぐらいですね。眼福じゃないですか。もやめろ。中田さんは守備に回っている。実際僕も M リーグ見て、一人で見てるとこういう振りそうになったら、あとこうスマホを捨てたりとかするんですよ。どうしたらやっぱ振り込むとこ見たくないなんていうね。テンパイです、イキさん。リチはしないよね。どうするんだろう。浮いてんだからパーソー切ればいい。そうね、そうなんですよ。パーソーはでも、イキさんに通ってないです。現物じゃないで。嘘は現物なんです。なので、振り点の両面待ちに取れました、イキさんは。だけど、太もあとまだ2枚あるよ。そうなんですよ。ラフさんは強い可能性も強い。どうした、キューピン短期にした。キューピン短期でも満々だ。そうなんです。あの、ちょっともうさすがに掃除や自配はみんなここまで様子見で出してくれない、じゃあちょっと意表をついてみようかなのキューピンですかね。これはこれキューピンは出ちゃう、ね、え、めちゃくちゃ面白いじゃないですか。キューピンしかも誰も持ってない。だってこれ画前注目は掃除に集まってそうですから、ポーズもしくは自敗。実際トーンをねるみさんは止めています。ほんとこういう時のイキさんにキューピン持ってきてほしいがいないんだよね。まあ、ルミさんにも悲しい。詰まった。ナイス嗅覚、キューピンの壺上がり。これはイキさん素晴らしい上がり出ましたね。すごいね。ハクナンちゃんとドライチ、そうキューピン待ちでも4000王があるんです。いやーイキさん強い強い。このゲーム4回目、5回目の壺上がりを決めてきました。イキさん来たー。これはすごいじゃないですか。どうしましょう、これ。思いが6万円の通知になったら数万個なんですけど、質問、数万個、チャンネル登録お願いします。